どうも、佐久間一行です。始まりました、佐久間家ラジオオープニング動画です。今現在、大阪の難波グランド花月の、楽屋にいます。出番で来ております。昨日の晩に、前乗り、大阪に前乗りしたんですけど、昨日の晩乗ったあのタクシーの方が、運転手の方がとても優しい方で、その話もしたいなと思います。もともとね、あのタクシーの話もしたいなって言ってたんで、今日はタクシーの話を全般にできればなと思います。それでは早速行きましょう。佐久間一行の佐久間家ラジオ。どうも、改めまして佐久間一行です。ねえ、はい、あの大阪ね、今前乗りした時の、タクシーの運転手の、方のお話なんですけどもね、とても優しい方で、60歳ぐらいの男性ですかね。まあ、新大阪に着いて、どこどこのホテルまでって言ったら、あ、今の時期あの御堂筋のイルミネーションがとても綺麗なんで、あんまり、その道を通ってもあんまり料金は変わらないので、ほぼほぼ変わらないので、そこ通っていきましょうかって言われて、あ、じゃあぜひって言って、いや、とっても綺麗でした。もう最高でしたね。で、これからもっと綺麗になるみたいな感じで、あの俺が乗ったのが11月の後半で、で、まあ、12月入りだしたらもっと綺麗になるみたいなことを言ってらして、で、いや、すごい綺麗だなっていうのと、あとなんかすごく喋ってて、なんか喋ってる時間、まあ喋ることがなくて黙ってる時間っていうのがとてもね、何にも気まずくなく、なんかすごいですね、あの雰囲気。いや、すごいなと思いました。で、結果、こういう風に行った方が近道ですねって言っていただいて、結局近い道で行っていただいたりとか、いや、すごく優しい時間でした。そしてイルミネーションを見て華やかな気持ちになったし、なんか嬉しかったですね。はい、やっぱり結構ね、大阪に着くと強い運転手の方のイメージなんですよ。例えば劇場までって言うと、あれ、芸人さんみたいな、で、人によってはさ、で、しゃべりでさ、まあ、東京の方の人って分かるんですよね、東京やっぱね、ちょっと綺麗な言葉ですよねみたいなね、やっぱりこっちみたいにね、なんとかせやろ、なんとかやろとか、でんがらまんがらとかな、結構ね、こう癖が強くないとね、やっぱり大阪でやるのはね、難しいと思いますよみたいな言われたり、あ、そうなんですかみたいな、でそれがなんか洗礼だなとかね、うわ、大阪に来たなっていう感じがするなと思って結構いたので、なんかこういう上品な方に会うと、あら、こういう方もいらっしゃるんですねと思いますよね。いや、そりゃいるよっていう感じなんでしょうけど、はい。だから先日ね、あの YouTube 見てますよって言っていただいた運転手の方も東京のね、すごく優しい方でね、やっぱ嬉しいですよね。たまにこう強い運転手の方にね、当たっちゃう時もあるんですけども、10年前かな、あの新宿のルミネ座吉本の劇場の、まあ、リハーサルとかいろいろ終わって、で、終電がなくなってしまい、タクシーで帰るっていう時に、なんかね、まあ、ちょっと歩いてから乗ろうってなった時に、あるビルの下にタクシーが何台か止まってて、で、俺それ、まあ、乗ったんですよ。で、どこまでですかって言われて、まあ、どこどこです、まあ、それはちょっと近かったんでしょうね。そしたら、あ、近いなみたいな感じになって、えと思って、で、まあ、走り出しちゃって、で、聞くと、いやね、このビルの、ここのビルの下で待ってるのはね、あの、このビルの、働いてる人が結構終電逃した時には結構遠いところまで行ってくれるお客さんが多いんですよ。それでね、ここでこう待ってるんですよ。で、いや、でも近いなーみたいなって、で、なんかそれすごいね、なんか怒られたんですよね。だからね、すごい、で、ちょっと待って、え、俺お金を払って、なんなら電車で帰るよりも高いお金を払って、これからずっと怒られながら乗るのと思って、でもちょっと待てよと思って、これで強い刀で来られた時に、また同じような刀で返しちゃうと、またそれを生み出してしまうし、ね、次乗る人もなんかそんなことになってしまうかもしれないし、なんかこのキンキンキンっていうやり取りじゃなくて、グランっていう強い刀が来た時に、なんかニョワーンっていけるような刀はないのかと思って、で、なんかなるべく明るい話題を提供しようと思って、俺もせっかくお金払ってんだから明るく乗りたいと思って、なんか、いや、近くてすいませんねとか言いながら、なんかこう、何かね、いろんな話をしてたんですよ。そしたら結果、降りる時にはなんかね、すごく和解してたんですよね。なんかあれ、自分で言うのもなんだけど、すごかったです。ちょっと10年前なんで、どういう風に話をしたか忘れましたけど、でも結構
あの運転手の方のお話も聞いたんですよ、いろいろこういうところで例えば俺みたいな人が乗る時もあるんですねみたいな話して、結構若い人に、要はね、自分の方が絶対年が上なのに若い人が、それも良くないと思うんですよ、若い人がどこどこ行ってとかさ、なんかタメ口聞くじゃないですか。俺もあれはあんまり良くないとは思ってるんですよ、ね、年配の方にお金を払ってるとはいえタメ口聞くというのは結構そういうのが溜まったりしてとか、なんかいろいろあってその人もそう なっちゃったのしたらすげえ失礼かもしれないけど、ね、そういう人を生み出してしまったのもこっちかもしれないし、逆もしかりとかね。だからお互いの気持ちを分かり合えるというのがすごく重要ですね。なんかそんな話をねすごい思い出したんですよね。そしてこれはあのタクシーの運転手の方に聞いた話なんですけどね、あの別のね、まあこれは一回ね絵を見てもらっちゃった方がいいと思うんで、ちょっと絵をご覧ください、どうぞ。はい、こちらの絵なんですけども、まあ先にねあのこういう状況があったらしいっていうことなんですけども、ある晴れた日、とんでもなく天気が良かった日、あの俺がねあのスーツケース持って、まあ、結構あのコントの衣装とかで荷物が多いのでスーツケースで移動することが多いんですけども、でタクシーを止めて、乗り込もうと思った時にタクシーの運転手の方がすぐ降りてきていただいて、なんかトランクを開けて、スーツケースこちらへどうぞってやっていただいて、で、乗り込んで、でありがとうございますって言ってたら、運転手の方が、いや実はね今日は本当に天気が良くて気持ちが良くて、後部座席のあのシーツを真っ白くね綺麗に張り替えたんですよ。そしたらね一発目のお客さんがスーツケースを持ってて、で乗り込んだ時にあのスーツケースのタイヤをあの座席の上に乗せちゃって、で私もねもう声が出ちゃいましたよつって、あーって言っちゃいましたって言ってていやそれは言っちゃうだろうなと思いました、聞いてて。ですごいそんな方いらっしゃるんですねって言ったら、いや実はね結構そういうお客さんいるんですよって言ってたんですよね。だから結構いるんだと思って、やっぱあのタイヤをタイヤのところをあの座席に乗せちゃうっていうのはなかなか発想としてないんですけども、でも意外といるっていうことにびっくりしましたね。まあその運転手が経験したのがたまたま多いのかもしれませんが、でもまあいるっていうことがとてもねびっくりして、その時はもうずっとその話題でタクシー乗りながらあっという間に着いちゃったんですけど、いやすごいですねっていう話もしつつ、やっぱりそのタイヤでいろいろいろんな道もね通ってきて、なんならトイレも入ったでしょうし、それを座席の上に乗せてしまうっていうね、で運転手の方からしたら張り替えたばかりの真っ白なシーツの上に乗せられたらそりゃ声出ますよね、はぁーって。だからまあ俺が来た時ももちろんあのそこまで疑ってるわけじゃないでしょうけど、もうスーツケースはトランク、スーツケースはトランクっていう、もう早く早くっていうのがあったんでしょうね。いやそんなのを聞いて、いろんなお客さんがいるんだなと改めて思いました。はい、なんか自分だと思ってって俺よく言ってるんですけどね、自分がされたと思ったらって言うんですけど、ややこしいのはたまに、いや俺は別にじゃあ自分の家に上がられてスーツケースソファーの上に置かれても平気だよっていう人もいるから、まあいないでしょうけど、まあでもいるんですよね。でそういう方がやったりもするから難しいですよね。だからお互いの価値観をうまく合わせていくのも、合わせていくというか理解し合うのも大事ですね。そして、タクシーの話、まあいろいろあるんですけども、じゃあちょっと時間もあるので最後嬉しかった話なんですけども、これも10年前かな、10年前に R1 グランプリ2011で優勝させていただいて、でその時にまあそれこそまたルミネ座仕事かな、なんかリハーサルかなんかで終電を超えて帰れなくなっちゃったって言ってタクシーに乗って、でたまたまなんか職業の話になって、何されてんですかみたいな話になって、いやまあ若手の芸人なんですけどっていう話をしてて、で、あそうなんですねって言って運転手の方が、そしたら、いや僕は芸能人乗せたの初めてです、嬉しいですって言ってくれたんですよ。でその運転手の方からしたら、その時俺を認識してないのに若手芸人っていう情報だけで初めて乗せた芸能人ですって言ってくれたのがすごい嬉しくて、なんて嬉しいんだと思ってて、で運転手の方がなんか近頃出るなんかテレビとかあるんですかとか言われて、で、俺たまたま次の日笑っていいとも生放送出る予定だったんですよ。 R1 グランプリで優勝したっていう流れもあって、で
明日笑っていても出ますって言ったら、え？笑っていてもなんですか？って、すごくないですか？って言ってくれて、絶対見ますって言ってくれて、ありがとうございますっていうのがあったんですよ。で、後日、ルミネのスタッフさんが、まあだから何日か経ったってことですよね。ルミネのスタッフさんが、佐久間さん、僕この前ね、新宿からタクシーに乗ったんですよ。そしたらその運転手の方が嬉しそうに、佐久間一行さんって知ってますか？僕がね、乗せた初めての芸能人の方なんですよって言ってたんですよって聞いて、いや嬉しいな、なんて純粋な人で嬉しいんだろうと思っちゃって、なんかねいいですね、なんかそういうなんか嬉しいことの連鎖がたくさん続いていけばなんかいいなと思いました。いや嬉しいね、そんな感じで、じゃあここで曲に行きましょうかね。曲がね、ちょうど配信してる曲、出してる曲がちょうど一周しましたので、シャープ1の時と同じ、プチ沼で、行きたいと思います。いや一周したんだなって感じがしますよね。逆にそれぐらい曲は出してる曲があったんだなって感じですよね。それでは聴いていきましょう。佐久間一行でプチ沼。寒くてすぐ戻る。プチ沼、プチ沼、プールとかであるよね。はい、聞いていただいてます、プチ沼です。なんかねこのプチ沼を流したのがすごい懐かしいなと思って、久しぶりに自分でも佐久間かラジオのシャープ1を聞いたんですが、なんか懐かしく思いましたね。あの頃はそのサムネの画面というかずっと変わらず写真1枚で、話題が変わろうが曲が変わろうがずっと同じだったんで、まあ、ある意味シンプルだったんだなと思いますね。今はオープニング動画があってっていう、で清涼感のコーナーとかもあるじゃないですか。だから結構今佐久間家散歩なり、なんでしょうね、映像で見せられるものもいろいろ増えてきたので、うん、だから結構改めてシンプルに戻ってもいいかなと思います。だから今自分が考えてるのは、オープニング動画はなんかあって、やっぱその最近の自分っていうのもね、ちょっとはなんかね見せた方がいいかなとか思いつつ、でそこからはまあお話に集中してもらったり、まあこういう風に絵が必要な時は絵描いたりとかあってと思いました。なので伝えたいテーマと、今回だったらタクシーの話と、そして、お便りのコーナー、そしてティーブランのコーナーっていうシンプルな、まあ、3つでいければいいかなと思います。はい、なのでちょっとね清涼感のコーナー、 あれ系楽しみにした方すいません。でも佐久間家散歩とか、まあ他のもので、自然にそういうコーナーできてるはずなので、そちらでお楽しみいただければと思います。なので、ここからは、お便りのコーナーです。さあ、早速いきましょう。まずは三角フラスコさん。私は温泉が大好きで、朝風呂はめちゃくちゃ最高と思っています。佐久間は温泉好きですか？何か温泉エピソードがあれば聞きたいです、ということです。いやー、朝風呂も最高ですよね。なんか朝風呂入った後に、朝食食べて、さらに部屋に戻って、その布団でなんか少しゴロゴロするっていうのは気持ちいいんですよね。それ何時間でもやれそうな気する。あれは気持ちがいい。はい、で何か、温泉エピソードがあればということなんですが、以前ね、ポイズン、後輩のポイズンガールバンドの吉田と、関西で、まあ、一緒になった時に、空き時間だったかな、全部終わってからかな、なんかとにかくなんか関西でいろいろ駅を調べてたら、あれ草津があるじゃんってなって、でまあ先に、まあ、オチを言ってしまうと、滋賀県にも草津っていうのがあるんですよ。で草津温泉って有名なんですけど、それは群馬なんですよ。
群馬に草津温泉っていうのがあって、でも滋賀県に草津って見つけて、でなんとなくその時の俺とポイズンガールバンドの吉田はその滋賀県にあった草津をもう草津温泉だと、もう先入観でずっと思っちゃってて、であれ温泉があるじゃん、もう温泉行こうって言って向かったんですよ。で草津の駅に着いたらなんかあんまり温泉の気配がしなく、草津温泉ってすごい有名だけどなんか全然温泉の上りとかないし、なんか駅に着いたらもう温泉の上りだらけなイメージがあったんだけどなとか言って、どうしちゃったんだろうねとか言ってたら、でよく調べたら、あれ草津って群馬じゃないみたいな、草津温泉って群馬じゃないってなって、しまったーって言って勘違いしたーってなったのすんごく覚えてます。その時だからお風呂にも入れなかったんじゃないかな、どういう結末を迎えたか忘れちゃったけど、本当それこそ15年前とかかな、下手したら。でなんか調べたら、その滋賀県の草津、そして群馬の草津はなんかの友好都市提携というのを結んでるらしいですね。多分同じ名前だから、まあ仲良くやりましょうってことでしょうね。あ、そういうのもあるんだと思ってちょっと勉強になりましたね。うん、でもやっぱ滋賀県の草津ね、まあその辺りにはね、俺が大好きな琵琶湖もありますから、うん、大好きなところです。はい、多分温泉も探せば絶対 あるんじゃないかな、一つ二つちょっと、うん、調べないと分かんないんですけども。あとこれ皆さん一緒かなと思うんですけども、温泉もそうなんですけど、まあホテルとかもたまに浴衣とか、あと部屋着、ホテルの中の館内着かに、なんか上しかない時ないですか、なんかその上のボタン止めてパジャマみたいなやつが膝まであって別にズボンはないみたいなやつがたまにありますよね。まあホテルによくあるかな。で俺この前泊まったホテルがそれで、2泊したんですけど、1泊目はもう足元がスースーしすぎて眠れなくて、なんか寒くて、で思わずユニクロでヒートテック買ってそれを履いて寝たんですけど、あれズボンも欲しいよなって思うんだけど、どうなのかな皆さんって思いました。続いて、土の猫さん。私は最近上京してきた大学生です。あら、おめでとうございます。まだ友達もいないので、暇な時間はゴロゴロして過ごしています。佐久間さんは家で暇な時は何をしているんですか、ということです。いや、これ上京した時に友達がいないからってのすげえわかります。俺も初めて、お笑いやるって言って東京に来た時は、 NSC が始まる前、バイトも決まる前っていうのは本当に一人だったんで、ずっと家でゲームしてましたね。うん、ひたすらゲームだった気がするな。うん、いやすごかった、あの時期喋る人もいなくて、よくあんまり全然喋んないの耐えたなっていう感じがしますね。うん、今だったらそれこそこうやって佐久間からラジオ撮ろうとかできたかもしれないし、でもデビュー前だからこんなラジオ撮ろうとか、まああの当時こんな YouTube とかもなかったし、でも不思議ですよね。うん、で、暇な時間はゴロゴロして過ごしますっていうことなんですけど、俺ね、あと家で暇な時は何をしているのですかっていうことなんですけど、俺ねこれないんですよ。なんか暇な時がないっていうか、いや暇な時はあるんでしょうけど、全部何かに使ってるというか、じゃあ例えば明日暇だな、明日予定がないなって言ったら、もう前日に、じゃあ例えばこういう風に佐久間からラジオ撮ろうとか、佐久間が散歩であそこに行こうかなとか、ライブが近いからあのネタ作ろうかなとか、じゃあ見てない映画見に行こうかなとか、なんか服を買いに行こうかなとかあって、なんか暇だ、何もやることないなっていう時がないんですよね。本当変な意味じゃなくて、それはもうここ十数年そんな感じですね。多分ずっとそうじゃないかな。デビューしてからはお笑いで何とかしなきゃ何とかしなきゃとか、あれやんなきゃこれやんなきゃって言って、暇だな、何にもすることないとかいうのはないんですよね、本当に。うん、だから本当にまさにこの土の猫さんのように、上京してきて何もない時にずっとゲームしたなとか、何にもないな、それこそそういうことないなって思う時はありました。うん、という感じですかね。はい、ありがとうございます。土の猫さん、これから大学生活頑張ってください。はい、続いて、のりまるさん。野生爆弾クッキーさんをクッキー師匠と呼びますよね。
肉ぐそ亭一門、お名前は何とつけていただいたのでしょうかということです。そうね、野生爆弾のクッキーさんね、あのクッキー師匠と言ってるんですけども、あのなんかクッキー師匠が肉ぐそ亭一門っていうのを、まあなんだろうな、あの今その自分についてくれてる後輩たちやら、周りの人たちをそう言ってるのかな。だからその経緯がちょっと自分でもよく分かってないんですけど、である時なんか打ち上げで、クッキーさんが一人一人肉ぐそ亭に入るなら、一門に入るならどの名前にするっていうのを打ち上げでなんか言ってくれた時があって、その時は俺は肉ぐそ亭自転車通学って言っていただきました。はい、いや嬉しかったですね。なんかみんなからも、いやイメージ通りだって言っていただいて、実際自転車通学でしたし、高校の時、そんなことを思い出しました。続いて、道代さん、子供の頃思い描いていた43歳ってどんなイメージでしたか？また自分の精神年齢はいくつぐらいだと思いますか？私はもう結構年なのに、精神年齢は中学生くらいかもしれません。大人になれないということですね。子供の頃思い描いた43っていうのはね、43も描いてないですよね。子供の頃ってじゃあそれこそ例えば26とか30歳の間にはもうお父さんになっててみたいなイメージでしたから、43歳ってその向こう側な感じがして、イメージも浮かんでないかな。でも親戚の43歳、親戚のおじさま、なんか安心して頼れるおじさまっていう感じかな。感じがしましたね。で、自分の精神年齢は自分で言えばなんですけど、中学生ぐらいの感じと、たまに自分で言えばなんですけど、しっかりした大人が入り乱れてる感じだと思います。でもやってることとか面白がってることっていうのは中学生高校生の延長ですよねっていう感じがしますね。そして私はもう結構、ね、年なのに精神年齢が中学生ぐらいで大人に、なれないということなんですが、まあこれもね、人それぞれ自分のペースがありますからとは思います、基本は。でもまあ基準というか基本平均っていうのはやっぱどうしてもあるから、その平均に沿って周りのみんなは、こういう年なんだからこうすればとかこうしなきゃとかはアドバイスはあると思うんですけども、でもまあそれぞれ、例えば芸人の世界でも遅咲きとか早咲きとかもあるじゃないですか。早く行く人と、遅かった方が熟していい時期だったとか、だから俺も決して人生のスピードが速い方ではないのかもしれないんですけど、まあこれが自分なのかなとか思いつつ、自分であの時ああすればよかったなっていうのはそこまでってか、まあ基本ないかな。もうそれが自分だし、自分のペースだと思ってるし、っていう感じです。だからといってなんかこれが自分だよなって甘えることも良くないなと思ってるんです。はいね、なるべく平均ってのは絶対あるんだから、それになるべく合わせられるようにというのと、あとちゃんとでも自分の声は聞くっていうことのうまく兼ね合いができればなと、ね、間が取れてればなと思います。はい、続いてはるみ F さんかな、グッズの小皿を買いましたと。ありがとうございます。佐久間和之店のですね。そして、ハサミ焼きの小皿でしたが、もしかしてハサミにいらっしゃったのですかということです。これ長崎県ということですよね。いやそれは違うんです、すいませんね。いろいろこういうお皿があるんですよっておすすめしていただいて、あこれはいいですねってなって、決まったという感じです。そこからデザインを考えてという感じです。そして、バッグのブランドは、これはトートバッグのことかな、佐久間さんが決めてそこから作られたのですかということなんですが、これもあの要はグッズのプロの方がいてくれて、こういうメーカーでこういうバッグがありますっていうのをカタログとかいろいろ見せていただいて、あじゃあこれにしましょうって感じで決めて、でそこからデザインを考えるという感じとなっています。ありがとうございます。そして、なおさん、美容院さんや食堂マスターとか、お洋服屋さんの店員さんに話しかけれると緊張して家に帰ると、右の肩がバキバキに凝っていますと、大丈夫だからそっとしてほしいという感じをお店の人に伝えているとき、佐久間さんはどうされますか、参考にしたいですということです。これはね、俺もでもそうなんだよな。だからで美容室の時はもう目をつむります。そうすればなんとなく、あ今話す感じじゃないんだろうなってわかるじゃないですか。服屋さんわなあ難しいな。なるべく店員さんに目が合わないようにするのと、店員さんと一定の距離を取り続ける、あんまり話しかけないでねっていう雰囲気はでも出すかもしれませんね。
何かお探しですかって言われて、ああ、違う、やめて、自分の時間にして、と思って、はい。もうちょっと見たかったのに、話しかけられたことによってすぐ出たくなっちゃうんだ、とかあるんですよね。申し訳ない。うん。だから、まあこれは良くないけど、よっぽどだったら、その、お洋服屋さんだったらイヤホンしていくとかね。うん。音楽聴いてるんで聞こえてませんよってやるのか。まあでもそれもな。難しいですよね。店員さんだって絶対良かれと思って当たり前だけど、ねえ、どうですかって聞いてくれてるから、そこが難しいですよね。でも、それがプレッシャーになっちゃう人もいるのも事実だし。まあ、ちょっと、今日は何回も言っちゃってますが、お互いがお互いを理解し合えてればいいですよね。店員さんも、なるべくお客さんに、より良いお買い物をしてほしくて声をかけてくれてるし、こっちも、なるべく声をかけてほしくないんだよなっていう人もいるしっていうね。うん、まあ、なんかイヤホン と一定の距離を取り続ければ、なんとなく向こうも、あ、なんか来てほしくないんだなっていうのを感じてくれるはずだしね。うん、食堂とかもね、ご飯屋さんもね、うん、話しかけられても、あ、美味しいですって言っても、なんか、あんまりそっちを見ないとか、失礼かな、うん。っていう感じですかね、うん。なかなかいい解決方法はね、難しいですよね。はい。というわけで、ちょっと今回は、お時間もありますので、この辺にしたいと思います。皆さんたくさんコメントありがとうございます。たくさんあるからなかなか答えきれなくて、だからもう次回から1個前の佐久間からじゅの中から、5個答えるとか、なんか決めた方がやりやすかったりするのかなとかちょっと自分で思っています、ね、なんか全部やんなきゃって思っちゃう性格になっちゃうんで決めちゃった方がいいですもんね。とりあえずじゃあ5個にしてみます。はい、次から前回やった佐久間からじゅの中から、まあ質問じゃなくてもね、うん、全部が質問っていうと質問しなきゃってなっちゃうかもしれないし、質問じゃないものも取り上げるかもしれないし、とにかくコメントの中から、5つ選んで答えたいと思います。はい。というわけで皆さん、改めましてたくさんコメントありがとうございました。さあ、最後はこちらです。ティボランのコーナー！というわけで、なんか久しぶりな感じがしますね。ずっと、イレギュラーな回が続いたんでしょうね。ゲストの回、ゲスト菊池嘘つかないの回、そして生配信とかね。うん。久しぶりです。今日は、王道。話したくはない。こちらを、お話しできればと思います。やっぱりもうティーボランの代表的な曲ですよね。話したくはない。まあ、ここから入る人がすごく一番多いんだろうなと思います。まあ、自分は、先にバイフォーナウ、ジレッタイアイ、バイフォーナウから入って、昔のアルバムも聴いてみたいって遡った時に、発見した曲なんですけども。でもね、代表曲といえばやっぱ話したくはない。結構上げられますよね。やっぱでもこれですよね。うん。ティーブラのセカンドシングルなんですよね。これがすごいですよね。うん。もともとなんかアルバムの曲で、ファーストアルバムの中からのシングルカットということで、俺の中では最強シングルなんですよ。セカンドシングルにして、A 面が話したくはない、B 面がハートオブゴールドなんですよ。これ半端じゃない、この2曲。うん。ハートオブゴールドはもうゆっくりどこかでゆっくりと、もっとゆっくりと喋りたいなっていうぐらい、まあずっと、この東京での生活を、ね、頑張るぞという生活を支えてくれた曲ですからね。はい。まあ今回は話したくはないということで。いやーもうこれはもうちょっともう喋りを聞いてもらえるよ。もう本当一度このね、ラジオを聞いた後に、今 YouTube でもそれこそミュージックビデオとか、もう公式に多分上がってるはずなんで、それでもう聞いてほしい。こんなにいいって、every day, every night, ね。愛してたなんてもっていうね。これは最高すぎます。初めて聞いた時びっくりしましたね。うん。特にね、every day っていうね、声がさ、何これって思って。なんか凄すぎましたよね、とにかくね。うん。そしてね、高校生の頃に、中学高校からの聞いたからさ、最初の入りがさ、やっぱこう低いというか、特にさ、声が出なくて、低い。なんか、今お前をこの腕に抱きたくてっていうのが、カラオケで歌っても低くて、逆にこう声が出づらいなっていうぐらい、でもこれかっこいいなって真似してやってましたね。
切ないよ、会いたい時がどれほど辛いかとっていうのがね、引くずり、おーっていうのが。で、ようやく自分の中で、声が出せると思うのが、やっぱり諦めるよりも信じることにかけてみる思いを抱きしめていたいのとこなんですよね。ここでようやく声が出せるっていう最初の今お前をこの腕に抱きたくて、ここがとにかく特に高校生だった頃はなんとかなんとかとかやってたから、いやもう低いよここって思いながら真似してた記憶がありますね。でこの歌は特にやっぱ好きな人からしたらやっぱそこがポイントじゃないですか。諦めるよりものとこね、溢れる想いをと眠れる夜空にのね、これですよね、ポイントはね。はい、要はデビューアルバムティオランだからシングルカットになる前のアルバムに入ってる曲は、A メロって言うんですか、一番は今お前をからの、なんかそこからさっき言った声が上がる場所が、眠れぬ夜空に耐えきれぬほどの苛立ちばかりが胸に蘇るっていうなんですよ。でもシングルカットされた、話したくはないは、シングルバージョンはそこの A メロのとこが、諦めるよりも信じることにかけてみる思いを抱きしめていたいなんですよ。これがね、やっぱりこういろいろドキドキするわけですよ。うお違うとかさ、眠れる夜空にの方で聞きたいとか、いやでも今日諦めるよりもがいいなとかさ、いろいろあるんですよね。で、ライブ映像だと、どっち来る？どっちが来る？みたいなね。で、諦めるとシングルバージョンか。とかさ、ありますよね。で、B メロの、溢れる想いを今更投げかけてみるよ。すべてが変わらないようには。一緒なんですよ。で、これね、本当に、そんで、また最後の C メロって言うんですか？もう一回溢れる想いをって来るんですけども、そこも一緒なんですけども、夏の終わりにベストっていう、まあ、CD2 枚組にプラス DVD がついてるんですけども、その DVD に過去の映像が、貴重な映像が入ってるんですけども、そこで歌ってる話したくはない。皆さんぜひ聞いてほしい。これなんと、1番、眠れる夜空にの方で歌って、ってるんですね。そして B メロは、溢れる想いをだったかな。そしてなんと、C メロ、ここもなんと眠れる夜空にの方なんですよ。これとんでもなく貴重な映像だと思います。これぜひ見てほしいな。確かにあんまりこっちの方で言う人いないんじゃないかな。普通はみんなだって Every day, every night 話したくはないの方を絶対伝えたいはずだし、まあ俺もそれは伝えたいんですけど、いやもうやっぱりね、ね、すごい好きで聴いてる人はここですよね、ポイントはっていうね。ね、やっぱり話したくないは、その歌詞が違うバージョン、アコースティックバージョン、そしてね、ベスト、バラードベストのバラツかなの、に、一番最後話したくはないが入ってるんですけど、これはね、アウトテイク、1992年の3月2日という、のテイクのバージョンってことなんだろうね。の、なんかすごいシンプルなピアノだけかなのバージョンもあって、これもめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ聴いてほしい。いや、この歌は最高すぎ、まあ、とにかく本当にすぐ聴いてほしい、これは。Every day! っていうかっこ強すぎるよね。なにこれ、で、こんなになんだけど、もう最後の方のサビは、こんなにっていうかな、ちょっと違うんですよね。歌い方とかさ。愛してたなんてもが愛してたなんてもとかちょっと違うんですよ。もうやばいですねこれは。はい。とにかく最高すぎる名曲、話したくはないでした。はい、というわけで、じゃあこのままエンディングに行きましょう。はい、なんかもう後半はただもうほぼ歌ってただけな気もしますがね、
本当にコメントでありますが、だったらその T ボランを歌った動画を上げればいいじゃないですかとかいろいろあるのに、急にそれをやるのは恥ずかしいみたいな変だね、俺のよくわかんない、精神状態があり、これぐらいでやってる感じがね好きだったりもするんですよね。まあでもね、今後また俺がねどうなるか、どう価値観が変わったりしてやるかもしれないし、わかんないですから、はい。という感じで、お知らせとしてはもうだから年末ですね、本当早いですね今年2020は本当に、はい、あっという間でしたね。いろいろライブの予定、そしてライブ&生配信もありますので、ぜひね、ブログ毎日更新してまして、そちら、で予定などチェックしていただければと思います。オフィシャルサイトもありますので、そこで基本の予定はチェックできます。あとツイッター、インスタもやっております。でまたね、あの生配信もできればと思います。結構皆さんいろいろ良かったという声をいただき、嬉しく思いまして、また生配信もできればと思います。予定が決まりましたらまた、お知らせできればと思います。そしてね、あの有料配信ではあるんですが、モーラというのをやっています。佐久間一行をモーラするっていう意味のモーラです。で第1回目はもう終わりまして、NSC 編っていうので1時間喋、る。で昔の写真を引っ張り出して、まあ、それを元にいろいろ喋ったりしています。はい。そちらもね、また決まりましたら、お知らせして、ブログなどで、しますので、もし見たいという方は、見逃さないようにしていただければと思います。以上かな？以上かな？いつもね、他なかったっけと思っちゃうんですよね。はい。というわけで、久しぶりのなんか通常の佐久間家ラジオでした。はい。というわけで皆さん、この辺で、さようならなら京都ならここ東京、ありがとうございました。